ネギトロボーイ。ネギトロボーイ。私は日本 JPEG 党の高3の男子でございます。ああ、JPEG 党ね。来ましたよ。カメラですね。この間、この頃受験勉強忙しくて写真撮る時間がありませんが、そんな中先日学校の後輩から新しいレンズ買いましたとメールが来ました。70-300のレンズを買ったズームですね。すごく羨ましいです。そこで坂崎さんにお聞きしたいです。何ミリのレンズをどれくらいお持ちでしょうか。またおすすめのレンズがありましたら教えてください。ああ、これは難しいね、質問は。何ミリのレンズをどれぐらいというのはですね、このカメラによって違いますからね。このネギトロボーイ君は何キャノンかな、70-300のズームレンズ、メーカーによって今違いますからね。マウントというやつが、ボディとレンズをつなぐパチンとはめるところのマウントがメーカーに各メーカーによって違いますんで、ほとんどね、マイクロフォーサーズっていうマウントはオリンパスとパナソニックとね、同じ共通のもたまにはあるんですけど、もう今ほとんど違うんで、何用の何ミリっていうのでいくとちょっと難しい質問なんですけど、ただ僕は大体アナログのカメラ各メーカーのありますから、レンズもほぼ揃えておりますね。一眼レフで言いますと21ミリから24、28、35、50、ちょい望遠になるとまあ105、135、その辺は大体ありますね。キャノン、ニコン、コンタックス、オリンパス、うん、なので、どのレンズがいいかってのは難しいね。だからね、ただ一眼レフで当時好きだったレンズ、フィルムで撮ってた時期、当時は僕はコンタックスのレンズが好きでしたね。カールツァイスのまあ標準レンズでいうとプラナーとかですね、そういうディスタゴンとかですね、名前がついてるんですよ、レンズの焦点距離によって、あだ名というか名前がね、ええ、なのでその辺は、あとライカのレンズもやっぱりなんか楽しいです、使っててね。高いっちゃ高い、中古だとそうでもないんだけどね、近代的なライカのレンズはめちゃ高だから、スクリューマウント、ネジ式のマウントのライカのレンズをアダプター、1ミリのアダプターつけてバイオネットパチンっていうやつに変えられるんですね。そのアダプターがあれば、1ミリの厚さで変えられるんで、まあそれで使ったりなんかしてます。そちらはまあ日本のレンズとそんな変わんないぐらいかな。あとはだからさ、あれですよ、純正のレンズだと高いけど、シグマなんかのレンズはさ、シグマ社長聞いてますか、山木さん。シグマのDP3 お待ちしてますよ、メリル。で、そのシグマのレンズなんかは、コストパフォーマンスめっちゃ高いですね。新しく出た 35mm の 1.4 ってやつがあるんですけど、これはめちゃくちゃいいレンズですね。これは各マウントありますから、各メーカーに合わせられるレンズメーカーだから、シグマはだから、キャノンでもニコンでもその付けられるマウントは後でそれ用に付けられるんで、まあ付けて売ってんのかな。なのでシグマのレンズ相当今はね、当時はほらレンズメーカーって言うとなんとなく B 級っていうイメージがさ拭えなかったんですよ。うん、だからどうしても純正が欲しいってことになっちゃうんだけど、いや今はわかんない、プロでもどうなんだろうね、そこまで詳しい人が見て、それも普通に A4 とか、あと何、パソコンのデスクトップで見てるぐらいで分かる人は少ないと思うよ。うん、そんなにはまあ変わりがないったら怒られるかもしれないけど、そんなに分かんないと思うな。こちらハニャさんは、通販で頼んだデジカメ用のレンズワクワクしてんですが、レンズ3個入りの福袋なんで何が入ってるか分かんないと。はあ、フィッシュアイが入ってるといいなと思います。フィッシュアイは入ってないと思うよ。大体そう福袋ですから、そうですね、あんまり残ったやつとかっていうのは変だけど、だからズームとかが入ってんじゃないのかな。単焦点でも標準の50とかぐらいじゃないかなと思うんだけどな、分かんないよ、見てみないとね。それフィッシュアイが入ってたら最高ですよね。ズームだったらまあちょっとあれかなってな感じはなんですけどね。やっぱ単焦点の方がいいですもんね、どちらかというとね。はい、てなわけで今日はギターとカメラのお話をしました。